あのジジイ、俺のロビンちゃんを連れ去りやがって。お前のでも2だ。うるせえ。たとえ偽物でも俺はロビンちゃんを救い出す。うわー、誰かこの暑苦しいバカを止めろ。うるさくて寝られやしねえ。誰がバカだ、ニッコロガスのこのクソマリモ。あんまり興奮するとまた失血多量で倒れちまうぞ、花地くん。てめえ、あっちにもロビンがいるんじゃ、先に身を見つけるのは絶望的だよな。いや、こっちにはまだルフィの野生の勘が。飯の匂い、宿や、飯の時間か。まだ仕込みの段階よ、すごい嗅覚ね。ダメだ、違うもん嗅ぎつけた。こうなったら俺様のスーパーレーダーで。レーダー、まず探したいものにこの発信機を取り付けてください。役に立たねー。それにしてもレッドと行動しているのが私だけならいいのだけど。お願いね。毎度あり。恐縮です。よほほほほほほ。そこだ。ドッドッドッ。今度はどこだ。誰か見覚えのあるやついるか。はて、知らねえな。ここは何を、ルフィの知ってる場所なの。ああ、俺が育った場所だ。退屈しないで済みそう。
コルボ山、俺とエースが初めて会った場所だ。エース？ルフィの兄ちゃんだ。2年前に、いや、なんでもねえ。よし、上まで行くぞ。
いろいろ大変だった笑い事じゃないでしょ。どういう兄弟なのよあんたたち。よっよっおりゃおりゃおりゃよっよっよっおりゃおりゃうわおりゃWe'll be right back.
シュット、ほら、ちょっと。ここは？俺とエースが兄弟になった場所だ。兄弟の杯か。なあ、なんで杯が三つ置いてあるんだ？ああ、もう一つは。待ってたぜ、ルフィ。やっぱこういうことかよ。戦わないってわけにはいかないのよね。ああ、下がってて、ルフィ。ここは私たちが。いや、俺がやる。でもやるって言ってんだ。やらせてやれ。あいつはエースじゃねえ。行くぞ、ルフィ。誰に勝てるって。やめて。トックライン。ザブレッド。そこだ。おりゃ。ジェットチェック。ジェットチェック。トックライン。やめて。やめて。
にはもうレッドのおっさんはいねえみてえだな。よくわかんねえけど、こいつルフィの大事なやつなんだろう。なんでそんなやつと本気で戦えるんだ。大事だからよ、大事だから本気で戦ったのよ。あいつは大事だから戦う。人のことよりてめえはどうなんだ。大事なやつの隣を奪われたままでいいのか。親分の隣。お前らは親分を知らねえからそんなことが言えるんだ。ああ知らねえ。この中であいつを知ってるのはお前だけだ。ご用意。コツとご覧あれ。